ヤンネラ・ハテラは、フィンランドのケミア・ルビ出身の元モーグルスキーヤーである。現在は、日本のモーグルのナチョナルチームチーフコーチをしている。ワールドカップ、世界選手権、オリンピックのモーグル三大大会を全て制した数、少ない選手の一人である。ワールドカップを3度制し、男子シングルモーグルの最年長優勝記録保持者で、あり、男子モーグルの最年長総合優勝記録保持者でも、 ある。その滑りは世界一のカービングターンと言われ、モーグルスキーヤーのお手本とされている。また、教え子である上村愛子も女子では飛び抜けて、カービングターンが上手いと評される。同じモーグルスキーヤーで、長野オリンピックにて、銅メダルを獲得したサミムストネントはいとこである。1990年4月のユース世界選手権で優勝し、 ユース世界選手権の優勝者に与えられる出場権で同年12月にフランスのティーニュにてワールドカップへ初出場した。初出場のワールドカップは49位と会に沈んだが1991年のユース世界選手権では3位と再び好成績を収めた。1991から1992シーズンからはフィンランドのナショナルチームの一員として ワールドカップへ本格的に参戦する。最高で5位と表彰台に肉迫するが安定した成績は残せずに総合15位に終わる。またオリンピック代表にも選ばれて同シーズンに行われたアルベールビルオリンピックに出場した。18位に終わったがフィンランド勢では最高の順位だった。1992から1993シーズンは最高4位と一つ。 最高順位を上げるが、回に終わることも多く、前年同様に不安定な成績で、総合20位に終わる。同シーズン中に行われた世界選手権にも出場し、11位とフィンランド勢の中ではトップの成績を収めた。1993から1994、シーズンは一桁順位が9位一度きりと低迷するが、2月のリレハンメルオリンピックに出場して、 フィンランド勢最高の9位と検討している。さらに3月のユース世界選手権では2度目の優勝を手にした。1994から1995シーズンの第1戦以降、しばらく戦線を離れるが、1996から1997シーズンにワールドカップ復帰を果たす。同シーズンはシングル、デュアル双方で1桁の順位を残したものの、全体としては、 不安定な成績に終わる。1997から1998シーズンも序盤は不安定な成績に低迷していたが長野オリンピックで銀メダルを獲得しワールドカップでも表彰台に上った。1998から1999シーズンは前シーズン終盤の勢いそのままに躍進する。第三戦でワールドカップ初優勝を果たすと 続く第4戦、第5戦と3連勝を挙げて総合優勝を果たす。フィンランド人としてはマルティ・ケロクンプ以来12年ぶりであった。また、デュアルでも表彰台に上るなど好成績を収めて総合3位になっている。同シーズン後に行われた世界選手権ではワールドカップの成績から本命の一人とみなされ、期待通りシングルで優勝。 デュアルで2位と両方で好成績を収めた。世界選手権の優勝はフィンランド人初である。ディフェンディングチャンピオンとして戦うことになった1999から2000。シーズンは初戦からシングル、デュアルともに2位とコースタートを切ると2戦目から立て続けに優勝してシングル7戦中5勝を挙げてモーグル史上初の満点で連覇を決めた。さらに、 デュアルでも4戦中2勝、2位1回でデュアル初の総合優勝を手にして、シングルとデュアルの2冠に輝いた。また、オーバーオールの総合優勝も獲得している。史上2人目の3連覇のかかった2000から2001、シーズンは初戦から優勝して最高のスタートを切るが、2月のシングル第6戦の前に行われたデュアルで負傷し、第6戦を欠場。 出場するだけで優勝の可能性もあった第7戦も後輩の三コロ論開年に託す形で欠場して三コロ論開年の優勝により最終的には総合2位に終わった2001から2002シーズンは怪我からの復帰を果たし優勝するなど上位をキープした同シーズンに行われたソルトレークシティオリンピックでは4度目のオリンピック出場にして ついに金メダルを獲得し、フィンランド人初の栄冠に輝いた。オリンピック後は少し成績を落として、ワールドカップは総合4人に終わった。2002から2003シーズンは、シングル、デュアルの両方では1位、2位、3位を、それぞれ一度ずつ獲得するが、シングルでは10戦中で、表彰台が3度という結果であり、総合9位と順位を落とした。しかし、 デュアルでは参戦中で表彰台が3度という高成績でデュアル2度目の総合優勝を手にした。同シーズン中の世界選手権ではシングルは9位と振るわずデュアルは4位に終わった。2003から2004シーズンは 3D エアを解禁とする大幅なルール改正が行われたがこれを機会にエアの改良に着手して それまで得意だったアップライト系のエアから回転系の 3D エアに変えた。エアの変更が功を奏して初戦から連勝するなど、好成績を連発して、シングルとデュアル合計で14戦で5勝2、2位3回、3位1回と表彰台に計9回も上がり、2位に200ポイント近い大座をつけて、3年ぶり3度目の総合優勝を手にした。また、 初戦の優勝は29歳と9ヶ月で、エリック・バートンの29歳と2ヶ月を上回り、男子シングルモーグルの最年長優勝記録を更新した。さらに、シーズン中に30歳になっており、30歳での総合優勝はナノポーチェの27歳での総合優勝を上回り、男子モーグルの最年長総合優勝記録も更新した。 2004から2005シーズンは初戦こそ優勝して30歳と9ヶ月で男子シングルモーグルの最年長優勝記録をさらに更新するものの全体としては不安定な成績となり総合8位と順位を落とした同シーズンに地元フィンランドのルカで行われた世界選手権でも8位と表彰台に上ることは叶なわなかった2005から2006シーズンは トリノオリンピックに集中するためにワールドカップは数戦のみの出場であったが3度表彰台に上っている。再度の金メダル獲得を目指して臨んだオリンピックではあるが16位という結果に終わった。同シーズン終了後に引退した。引退後2006年7月から日本のモーグルのナショナルチームのコーチに就任した。上村らの指導にあたり教え子となった上村は ターン技術が飛躍的に向上して日本人初のワールドカップ総合優勝と世界選手権の優勝を手にした戦績表優勝歴ありがとうございます。